始めてます。愛を確かめてほしいということでドッキリ仕掛けたいと思うんですけど、もう結構もう付き合いないや、うん、付き合う前から遊んでた、うん、実は昔ちょっと付き合ったことがあるいけるかなこれ、ちょっとしたことある、実はエッチな歴史かな、エッチは信じないです、ほんまに信じてくださいね。じゃないですよ。嫁さんが乳首好きだから絶対好きやろ。乳首好きじゃない人いいの？古今東西。俺の友達嫌がるって言うのが、その触る。乳首を触られるのが嫌かってこと？嫌ってこと。おお、触れるので言ったら好きだよね、結構。ゆうくん乳首絶対好き。自分の性感帯を決めって言ったらね。結局さ、性感帯とさ、くすぐったいってさ、髪一重っていうかさ、ムードによるよね。だし、岡崎行った時さ、なんかこう耳から、まあ見ないってことだけど、耳からこういく出るみたいなのしてハマってたからなんか耳からこう出てると乳首に到達するんですね。そう、ここ行ったら、あの、ちょうどピンポイントで出るみたいな。いや、まあ、ノリでそういうのあるしな、別に。何してやるの？だって俺、あの、注意したことない、うん、そうや、その時だって LINE したし。なんで？おお、今日。言わんかったっけ？これマジだよ。めっちゃノリだもん。いやでもいいね。悪くない情報。やってはないでしょ。悪くない情報だねそれは。やったんだ。あんた。なんやそれあんたら。なんで言うの？もうなかったことになってるから。キモ本当？キモいの？え？この話、キモい？ちょっとキモい。え？何？いつ？全然付き合ってない時やで。うーくんはまだ出会ってない、うちがさ、初めていた時だね。覚えてない、あんまり。なんか酔っ払ってたし、二人っていうか、もう哲也だし。哲也？うん、好きだったの？うん、なんかかっこいいなって。ノリで？ノリでなっちゃったの？ノリで。職業としては悪くはないけど、うん、ノリでっていうのはちょっと消せんな。なんで？ノリで。そんなノリでするの？あーちゃん。だからさっき乳首って言った時に、ああって思って、そういえばっていう。じゃああの時やってたから、その名残残ってんねや今も。あん時やってた。あでも絶対言ってたらよかったって。言いたくなかったんだけど。言ってよ。だって別に。今日しかりしたけど、うーって今日しかってるし、うーってそれを見てろそれを見ていろキレーって言いながら見ている。事務所も気がしな、セーブが減ったら足していくだけやなんでヒカルさんまさかね、セカンドステージに負担もかった。あ、ネクストステージや。タケさんもなんかあの時もネクストステージに行ってたんだ。本当なんかラブホテルとかで紳士的にやってほしかった。それは場所なかったしな。なあ、だって私泊まるとこなかったし、なんか分からんけど行くときなんか哲也って、なんでやろな、あれは分かんない行くときなんて言ったの？だから哲也アホか。嘘だな、これ嘘だ。どこだこいつら。あ、カメラだよねいや、いるかと思ったよいねえよよかった。おお。何？たけさん、たけさん。ね。